できないんじゃないかなって考えていたそうなんですけれども、全く想像できなかったです。高いなっていうイメージはあったんですけど、日本でどうやって組むんだろうってちょっと、本当に旦那さんの練習で組めるのかなとかちょっと考えたりはしたんですけど、年が行ってからだと払い終わるのかなとかもあったんで、逆にね、それもありますよね。なんでちょっと若いうちに食べて正解だったなとは思います。そうですよね。だから逆になんかそれでのを組めなかったら、多分家買えなかったから、本当に全部全部ここあのカーテンも、家具とあとこのエアコンとかも全部それでも買える。そう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 、すごいですね。家賃も向こうより安い。駐車場とかどうの方が安い？ここです、うん、全然安い、1万ぐらいです。うっそー。で、人あの物もやっぱ収納がいっぱいあって、全然だって広さなんか全然物全部入ってます。ねえ、じゃ引っ越して1ヶ月は毎日来てる。絶対ここだけ来てる。もう決まっちゃうよって言ってたんですけど、なんだっけ、斉藤さんに1万決まりました、で、またこう、嘘みたいな、なんか焦りますよね、そうそうそう、ね、え、絶対こう決まっちゃうって言ってもうすぐ、これ行こう、行こう、購入させてもらってから3ヶ月ほど経つんですけれども、デメリットっていうものを未だに一つも感じてないんですね。毎日娘が部屋の中を駆け回ってたりですとか、妻が広いキッチンで料理してる姿とかを見て家に帰ってくるのが楽しみになっております。では初めての外国ご出身のご家族なんです。2006年から日本に住んでいます。子供の将来を考えて大きな家が欲しいということですね。隣の人の音が結構聞こえていますので、迷惑かけてるんじゃないかなと気になります。キッチンに給湯器がないんです。お風呂の機械もカチカチ音するタイプなんですよね。さあ、そしてこちらがご購入された新居です。子育て非常に楽になりました。子供たち遊んでいても家が広いので、動き回ります。お風呂が、大きくなって子供たち一緒に入ってとても楽しみです。お支払いはおいくらですか？7万8000円です。マンションで、同じ家賃でこらえると家が買った方がいいと思います。収納住宅なので、隣の人や上の階の人に気を使いますし、子供たちも大きくなって今の間取りでは狭いということと、13年この建物に住んでいるのでいろんなところがボロボロになってきてますし、家族もそれぞれストレスを抱えてます。日当たりが悪いと水回りですとか北側を向いているお部屋などはやはりカビ湿気気になりますよね。そうですね。こちらが新しいお住まいです。そもそもちょっと変えるわけがないと思ってました。とにかく予備知識がゼロだったので、わからないことは全部小林さんに聞きました。まずは子供たちにそれぞれ部屋ができて、ベッドで寝れるようになったことですね。窓が多いので注文とても部屋の中が明るいんです。玄関ドアの鍵がスマホでできるので便利ですね。1ヶ月の支払いは6万円台前半になります。奥さんも自分もこの家でこの価格ならいいと思ったので迷いはなかったです。ここに住み始めてもう少し2年経つんですが、更新料がかかってそれプラスアパートの家賃がかかっちゃうので、もったいないなっていう気持ちがあって、で子供が双子が生まれたので白い家に住みたいなと思って決めました。こちらがご家族の新しいお住まいです。リビングでも以前よりリラックスして生活できるようになりましたし、電気の数が増えたので光熱費もアパートの設備比べて高くなるかなと思ったんですけど、あまり変わらなかったのでびっくりしました。リビングから子供部屋が見えるので家事をしながら子供の様子を見れるのも嬉しいポイントです。やっぱアパートを買うと月々税金とか払わなきゃいけないのでそれ以上かかっちゃうんですけど、それもかかんないですし、
と思います。入り口を入るとすぐキッチンです、はい、玄関もすごく小さいです、はい、これですと入り口からすぐ部屋の中が見えてしまいますよね。あの長女が中学生なので、あの勉強する部屋はしてあげたいです。どもが幼いので、あのどうしてもうるさくてちょっと困っています。やはり集合住宅ですと音の問題で周りに気を使いますよね。今回ご購入された新居です。とっても広いリビングですね。私たち夫婦も子供たちもそれぞれ部屋を持ってました。前はみんな同じ部屋で過ごしてましたが、今はリビングで集まってもいいし、自分の部屋でもリラックスできます。家族が増えていくことを考えて広い間取りで探していたんですが、横浜で私たちの希望するあの新築の戸建てを購入しようと思うと、やはり4000万円前後、静岡で2軒買える分ぐらいの価格になってしまう感じでした。メリットの方が大きいと感じたので、夫婦で相談して決断しました。築20年ぐらいとして、設備とかもかなり古くて使いづらいです。選ばれたのがこちらのホームポジションの新築一戸建てです。そうですね、この先あの家族が増えたとしても余裕のある部屋数かなというふうに考えております。ワークトップが広くなってとても作業しやすいですし、やはり対面式で子どもの様子を見ながら作業できるというのは嬉しいポイントです。他の会社さんだとパンフレットはなかったので、はい、で各物件にこういったパンフレットがあるので非常に分かりやすくていいなって思いました。斉田さんの印象がとても良かったことも理由の一つです。私たちの質問にもとても丁寧に親切に答えてくださって、あつの強さも全然なかったので、はい、いい意味で緩かったですね。持ち家をしたいという願望がありまして、で、まあ、あの子供も生まれましたので、これを機にあの家賃がもったいないということと、まあ、これからあの家族も増えてあの長く住んでいくというところになりますと、やっぱり自分の財産になった方がいいなと思いました。こちらが新しいお住まいです。予算の方もあの自分たちの考えてた予算内に収まりそうだと思うんですから、とても好印象でした。1ヶ月7万円ちょっとですね。間取りや環境のこともこのお値段もとてもいいかなと思います。自分の持ち家になったので、インテリアとか庭とかをどうするかを考えられるので、すごい楽しいです。4人家族でこれから子供も大きくなっていくので、まあ、子供のプライベートもそうなんですけど、夫婦のプライベートも考えて住宅購入持ちたいなと思いました。ここは5階なんですけど、荷物やベビーカーなんかをエレベーターで全部一緒に運んでこなきゃいけないのかな。あと左右もやっぱり壁をどんどんすることによってうるさく感じるんじゃないかな。こちらがご家族の新しいお住まいです。一番良かったのは子供たちが自由に走り回れるようになったことです、はい、今は子供たちを叱ることも強く減りました。今1階に和室があるので、そこを子供たちの遊ぶスペースにしまして、私たちも子供たちも自由に暮らせるようになっています。もう一つ変わった点がありまして、それが光熱費なんです。水道代は約1000円、電気代は約2000円、ガス分に至っては半額くらいになります。家計的にはとても助かります。築40年になりまして、でかなり古くて生活しづらくなってきたので考えました。収納が少ないため物が全て外に出てしまい、とても不便です。ここで新築にしようか建て替えにしようか迷っていました。相談当初はローンを組むのは難しいと言われました。だけど家を買うためにいろんな提案もしていただくことができました。ご家族の新しいお住まいです。パッと見ただけでも内装ですとかインテリアにこだわりを感じます。
壁紙にもこだわったり、照明器具をダウンライトにしたり、ポイントになる部分はより引き出すように工夫しています。私の寝室のベッドも家具屋さんのオーダーです。わがままを言ってお願いしてよかったです。娘夫婦や親戚もホームポジションに住んでいて見てきているんですけれども、時代に合わせて進化している印象です。やっぱり家族5人に対して今の間取りでは狭くて大変ですし、子供が小学校に行く頃にはお部屋も必要になってくると思いますので、そこが一番大きな理由です。子供3人いると毎日騒いでしまって、やっぱり周りの階に迷惑になってないのかすごく気になります。こちらが新しいお住まいです。キッチンからリビング和室につながる一直線の動線がとてもいいなと思いました。私自身子供を叱ることが少なくなってストレスが減りました。担当営業の斉藤さんもローンのことやこの家のことをとてもいろいろ親切に教えてくださって、すごく対応が良かったです。10畳の部屋はベッドを置いて、私と主人と1歳の子供が寝室として使用してます。私たちも子供たちもそれぞれ自分の部屋ができました。子供が生まれまして、だんだんと物が増えてきまして、家の中が手狭になってきたなっていうところが ありまして、住み替えをしようかなと思いました。メゾネットタイプなので階段の上り口にトイレがあるんですけど、暗かったりするとどうしても転びそうになったりしたので、場所が変わればなっていうのはすごく思ってました。パートよりも広い家でのびのびと子育てをしていきたいと思ってます。こちらがご家族の新しいお住まいです。子供のおもちゃを置きっぱなしでもそんなに気にしなくなりましたし、その分だけスペースもあるので暮らしやすくなりましたね。玄関周りはやっぱり便利になりましたね。もうトイレに行くときに転ぶことも心配はなくなりましたし、今の月々の支払い額が前のアパートの家賃とほぼ変わらないので、それは大きかったですね。やはり集合住宅ということで、下の階に住む人の騒音のことを考えたりとか、ペットを飼えないということだったり、あとは、脱衣所がなかったりお風呂が狭いということが気にはなっていました。リビングを中心に他の部屋がこう並んでいるというところでプライベート感がなかったんですね。こちらがお住まいですね。ウォークインクローゼットやパントリーなど収納スペースも豊富な新築一戸建てです。子どもたちも自分の部屋を持つことができたと思います。私たち子どもたちプライベートもしっかり持っているのですごくいいです。あとは日当たりがすごくいいのが気に入っています。風通せがすごく良くて、洗濯をしたらそのままベランダに残せるというところがすごく助かっています。私の母と弟も長年一緒に住んでいて、結婚して子供ができた後も一緒に7人で暮らしていました。主人はここでの生活が長いので、もういろんなところが結構傷んでるんですよね。壁に穴が開いてたりとか、コンセント周りやお部屋の扉とかも結構ボロボロになっちゃってるんですよ。お風呂もカビが生えて困りますし、あとはキッチンも古いタイプで壁側を向いているので子供の様子も見えなくてすごく不便です。一番は子供がのびのびできるようになったことが嬉しいですね。私自身も自分の時間が作れて気持ち的にも楽になりました。キッチンは住み替えてよかった大きなポイントですね。子供たちの様子も見えますし、テーブルにご飯もすぐ出せるので便利です。この2階の広さもこの家を選んだポイントの一つでした。ウォークインクローゼットも大きくて、家族の人がたくさん入れられるのでよかったです。長男が今小学校2年生なんですけども、ここから車で10分ぐらい。遠いですね。はい、次男と三男のことを考えても通学を楽にしてあげたいというのがありますね。今のこのキッチンだと2人で作業するのにはちょっと狭いですし、壁向きなので子供たちの様子も見えないです。こちらがご家族の新しいお住まいです。対面式になったので、子供たちを見ながら料理ができるので、気持ち的にすっごい楽になりました。
前より広くなりましたし、日当たりも風通しも良くて、もっと快適です。子供も犬も毎日走り回って楽しそうなので良かったです。これからもみんなで楽しんで生活していけたらなと思ってます。本当にホームシーションの家に選んで良かったと思いました。子供たちも伸び伸びしていて、妻もリクエストしていますので、買ってよかったなと思いますね。僕はとても庭が気に入っているので、今後はウッドデッキなどもつけてですね、友達など呼んでバーベキューなどしたいと思ってます。今はストレスも減りました。子育てもしやすくなったと思います。私は建築関係の仕事をしてて、たくさんの家を今までにも見てきたんですけれども、ホームポジションさんの施工や営業の方、あと業者の方の丁寧な仕事ぶりに非常に満足しています。私たちは家を買うことによって負担が増えると思っていました。でもそれは違って、支払い額とかも全然変わらないで家を購入できたので、むしろ子育てとかも負担もなくなって、今はとても楽しい充実した生活を送っています。それでは次回のお客様インタビューもお楽しみに。